ずは第1ラウンドが始まりました。誠の左のキックから始まりましたが、睨みに行く喧嘩し誠、これはイエスイニー、少し背を丸めて得意の防御の姿勢。誠選手このおかしろいいですね。あ、そうですか、はい、その誠がいい入り方をしている。イニーのパンチは潰されている。誠がいい戦いぶりだ。さあ誠パンチ膝、誠イエスイニーが今度は絡みに行きました。一旦ここで離れちっちゃいんですよね、やっぱ61キロではちょっと厳しいなって思うんですけどね。なるほど。でもやっぱこの打撃がやっぱりいい選手ですからね、体重差をちょっとものともしない打撃は持ってますからね、このアッパー。なるほどね。本来なら従って日向さん、イエスイニーももっと絞れば体重を減らせるんでしょうけど、はい、自分のリズムを掴もうとしてますが、誠、ここは誠ハイキックとローキックをコンビネーションよく組み合わせてきました。誠が、あーっといい膝が入る。ジャンプしながらイエスイニーの右足、あーいいパンチが最後、考えてないんじゃないですかね、今の試合を見てると、さあ誠が右、これはちょっと空を切りましたが、思い切って蹴り出してまいりました。そのキック、いやこのローですね、やっぱり、はい、どちらだ、イエスイニー。誠が左、さあ誠今度は左ストレート右、これ誠選手が手数減っちゃうと、はい、やっぱ良くないパターンになっちゃうと思うんですよ、はい、どんどんローを蹴っていく、うん、こういう感じで締めしかない、ね、あしかし膝、どちらも前に行こうという我慢比べですね。まさに忍耐強さが問われます。もう一回誠いけるかな、蹴り右左蹴り右左、もう一回左から右左から、誠がちょっとパンチを食らうようになった。誠がパンチを食らうようになった。しかし大丈夫か、いや聞いてる、これで我慢して蹴っていければ、はいはい、イエスイには逆にもう自分下がりまくってるんで、ちょっと精神的にも結構きついと思いますね、なるほどなるほど、攻撃的なことでありましたもんね、その時ベッタベタですが言われたんじゃないですか、言われたんですか、原則としてそれはやらないというふうにはなったんです。いやナイスボディ、今のミニボディですよ、イエスイのボディ入りました。誠選手は左のおかしろをやめないでほしいですね。しかしちょっと出血を見ているイエスイニーの顔面がちょっと血が流れるようになりました。右目の下あたり血液、ご覧のようにドロッとしたものが流れているようになりました。誠選手はここで蹴りたいですね、この距離、そう誠この距離で蹴りたいですね、誠この距離で蹴りたいでガンガン行きますから、ガンガンね、そこがダメなんですけどね。さあいよいよ第4ラウンドが入りました。あいいですね、これいやファールカップじゃないですよ、もうどんどん蹴った方がいいですよ。今のは違いましたね、はい、どんどん蹴った方がいいですよ、あれをやはりイエスイニーは嫌なんですね、はい、もうこれを徹底してください、本当にイエスイニーはあれが嫌なんですね、はい、誠選手はこれを徹底すればいい、はい、誠の左足非常に張りある、さあああいいパンチだ、いいぞ、ダウンではないんですか。いやダウンなんですけど、タイムなんで、これパンちゃん、はい、何度見てもこのタイムってええと思うでしょ、ラベイ見るとね、選手の心配をしてしまいますね、普通だったら KO で、はい、もう多分300キロ取るから、さあこうなるとこのインターバルの間誠は何を考えるか、誠の勝利、戦意喪失、イエスイニー立ち上がれず、テクニカルノックアウト勝ち、今勝ったのは誠 AKA バスタ、それでは勝利をたたえてこれからヤイバスタ、ヤイダンスになりますなんでしょうけども、日向さん、はい、今日のような勝ち方、特に相手がジニアスと呼ばれたイエスイニー、誠にとってみれば格別の勝利ですね。そうですね、でかい勝ちだと思います、ねえ